皆さん、こんにちは。パテリカマベです。僕は普段ダンサーをしながら、ダンスメディアの運営や、ダンスオンラインレッスン事業などをやっております。このチャンネルでは、ジャニーズの皆さんのダンスの素晴らさを伝えるべく、ダンスリアクション、ダンス解説などをやっております。はい。で、今回はですね、トラビスジャパンさんの、ワールドオブダンスのオレンジカウンティの予選で3位になった、素晴らしいショーケースを一緒に見て、リアクション解説していきたいと思いますので、よろしく。お願いいたします。ではもう死のこと言わず一緒に見ていきましょう。お願いします。やばいね。最初チャカちゃんから素晴らしい和の衣装。おい、あはは、チャカちゃんアニメーションもできるの？これやばくなかったですか？今この首だけ動かせず、アニメーションじゃん。ハムツンサーブやん。ここ、おーい。で、それぞれもいいですね。ここの、コンテンポラリーな雰囲気。おー、すごいボディバランス。だんだん音が激しくなってきました。おい、ストップ。で、体のセンターにね、みんな目を行って、ここに目をね、観客の目も集めていますね。おはえー、やばいやばい。これね、放射線状にね、手をバーッと出していくんですけど、そのきっかけをチャケちゃんが与えて、それぞれがふわーっと動かす。いい構成。ああ。おはー、陣形度すごいね。ああ、チャケちゃんの振りいいっすね。これ細かい音を全部取ってますね。で、見て見て、これ、ちょっと、ただ単に、足で、ちょっと小刻みなステップで、移動してるのかなと思いきやですね、細かくですね、アイソレのところで胸だけ動かしたりとか、ちょこちょこやられてますね。おー、首だけか。すげえ。いよいよ。で、ここで全員で合わせるのね。すげえ見えるな。単純な動きですけど、もう体を使い切って、音に間に合わせるように。やってますね。すげえ。そこでね、16ビートで細かく取っていきながらの8ビートでドゥーン、ドゥーンをね、取って体で表現してる。素晴らしいですね。ここもですね。で、タン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 を取りながら、ドゥーン、ドゥーンっていうのも、交互でね、取っていくので、見てて単調に感じないですよね。複雑ーすげーってなりますね。おほほためすごい表現力。この緩急がやっぱすごいですね。でいいダンスの振り付けって緩急が効いています。なので驚きがあったりとかするんですけど、その緩急のお手本みたいな。音取りが半端ない。で、歌詞を取って。ずれずれね。しかも、音に合わせてるんで、カウントじゃないんですよね。見える見える。低いね。間違いかな。締めちゃう。面白い構成ですね。これ、フロントローだからちょっと見えにくいですけど、バツみたいになってんのかな。この最初序盤陣形で見せてたじゃないですか。もう軍部の教科書みたいな形ですね。これだけ見せれるってすごい強みですからね。空手的な要素が入って、ここからまた移動しますね、きっと。見える見える。ここまでね、上体だけ折って足はまっすぐで、ここの腕を丸めて見せていくっていうね、立体的な表現ですね。難しいのに。移動してきましたね。先手入れ替わった。やーば。これね、クラブステップですね。ここまで高速にできるものなのかってぐらいの最高速です。ここの音の取り方、ダダンと、何それ、ダダン。いいね。来た来た来た。一人出して、で、こっちからこっちに観客の目を移していますね。こうやって構成で見せていくってのは多分ワールドオブダンス
の評価点のポイントの高いところであるんじゃないでしょうか。ああ。わあ、なるくん、やばいね。からの低いところから バランスどうなってるんですか。いいね。で、これ、お面が揃ってるので、この顔だけで見せていくのもめちゃくちゃ見える。おいやおいやいや。おお、いいですね。こっから2曲目かな。ああ、そこの音取るのね。おい、ちょっと待って、チャカちゃん何してた今。ああ、いや。おほー、なるほど。そこの音を足だけで取るのか。かかか、イエス。ここはメロディーで取って、細かい音のとこをカカカッとね、肩と腕で取ってますね。ここ、カカカ。あおー、ちょっとポップダンス的なね、もう体正面に向きながら、足だけね、動かしていく。おいやー、衣装も存分に使ってます。あー、いいね、激しい激しい。おお、ブームオブスも最後までも使い切ってますね。エコちゃうか。ちゃかちゃん取った。こっから2曲目か。あー、もうこの立ち姿のシルエット完璧です。ありがとうございます。見て、このスナップ超かっこいい。あー、いや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 、あ、ポージングやばい。それぞれのポージング。おほほ、ここのゆったり撮るところ。ああ、見えるね。このゆっくり動くのってやっぱり難しいんですよ。緩急をつけなきゃいけないし、初速でとの差、それ出すのが難しいですけど、完璧。あー、ここ好きです。ありがとうございます。ここ出していただいて。ねえねえ、細かいところはね、体の中心から16ビートを取ってるんですよ。で、体の向きを変えるのは、もうリズムをずらしてね、8ビート等々で取っていくと。タン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 で1、2、3、4でね、体を入れ替えてるっていうところね。マチュー。あー、マーチュ完璧です。ありがとうございます。なんかありがとうございますって言わせるんですか。素晴らしいです。ここね、アジサバキもそうなんですけど、状態もね、こっちの肩を上げたり、こっちの肩を上げたりね、遊ばしてるんですよね。で、それ無理になってないので、素晴らしい。ダンスしてるって感じですね。あー、あいやいやで、こっちを向いて、こっちのソロ出し。海。あ、いやいやいや、しめちゃん。あ、ちょっとダブルアップみたいな感じですね。ん、あ、あ、で、上で取って、ここでまたアップをする。しゃがんで下でアップをするみたいなね。若干ウェーブも入ってるのかな。こういったしっとりした動き。あ、しめちゃんいいね。あ、ちゃかちゃんのこのスネーク。首を中心に、中心というか、起点に動かしていくんですけど、めちゃ見えるな。もうちょっと前か。見せてください。宮下様。あ、ギターみたいなやってた。おい、完璧だ。あー、このターンよ。ターンからのこれね。これって。ここも見てください。ノリが消えないんですよ。多分この16ビートのリズムはずっと入れてるんでしょうね。パリアブラクレイジーの時は。ノエル君、いいよ。あ、ここのね、マーチュー完璧ですよ。表現力の神様、セイターに来て、ここの足さばきを。これ重心はね、こっちにあるんですよ。左側が。
に乗せてるから、こっちのね右足が自由になるんですね。けどそこまで動くっていうぐらい。あ、はい。あー、ナルコのクレイジー感いいですね。見ましたか？あ、へい。海いいね。ここの手を使い切ってるところ、キュッとね。あー、いいよ。あ、はい。これ今どうなったのかな、ポイントマネーのところ。あー、なるほど。一回ですね、この肩ぐらい、まあ中心からですけど、ウェーブを軽く流して、行き切ったやつを戻してポイント。見える、この振り使おう。ツルツルツルン。おー、はい。ゲンダー、かわいい。かわいい。ちょっと待って、見せてください。歯医者さんみたいな人だ。イエス、完璧。イエス。おい、ちょっと待って。もうね、この曲はね、マチュピチュがすごすぎる。ここをトゥルルって音をね、素晴らしい。エンダー。あ、いいよいいよポージングがいい。あ、円の構成ですね。だんだん終盤に差し掛かってきますね。おうおうおう、チャカチャの16ビート。あ、はい。あ、なるほどね。そこの余韻でフロアに入るのか。で、センターでソロ出し。あー、マイケル味がある。ケンタ君、こうやってちょくちょくね、マイケルリスペクトが入ってくるんそうね。しめちゃん、下がるね、みんな。もう、お相撲さんの四股みたいに下がりますね。いや、きついんですよ、この終盤でね、ここまでダウンするってね。しかもダウンしてここの高さまでかかとを上げている。ああ、このね、すごいですね。ここまでかかと上がるかっていうね。うえ、ああ、違う、来た。おい、腰。腰の愛されもね、みんなすごいんですよ、可動域が。おお、こんなところで少し。ノエル君、カメラマンびっくりしてるよ。でね、見ましたか、街のね、さりげにここの次斜めの立ち位置か、に合わせるのにちょっと遠いんですよね。それをね、フロアを使って移動してるんですよ、ここね。間に合っている。行くぞです。斜め構成、これ正面でやばいですよね。あ、ソロ出しでチャカチャ、楽しそう。いや、もうハッピーになりますよね。何このグループ。あー、かわいいよ。ここはもう自由に考えたのかな。パタパタ、衣装を存分に活かしてる。あ、はい、完璧です。あー、来た。もう 簡単します。あー、これね、細かくね、ジリジリって音をね、手でまた取ってるんですよ。足で取ったり手で取ってるも多彩でございますわ。もう、あ、はい、ライル君、多分終盤でこれいける？エンダー。ああ、もうこれはもうただのファンです。すみません。ああ。素晴らしい。それで終わるんだ。かっけえなー。ありがとうございました。すいません。ちょっと興奮しすぎてしまって、途中でしゃっくりも入ってしまって、大変にお聞きづらいところ申し訳ございませんでした。いや、けど素晴らしいですね。これ3位か。気持ち1位だな、オレンジカウンティーで。素晴らしいよ。ありがとうございました。皆様ね、いかがでしたでしょうか。もうため息が出ますよね、この素晴らしさ。これがもう世界に出ていくグループでございますよ。はい、もう今回もありがとうございました。ね、またね、今後もトラジャのダンスね、
目いっぱい取り上げていきますので、ぜひともトラジタの皆様、ジャニーズ系の皆様、チャンネル登録よろしくお願いいたします。でね、次回の動画もね、バシバシと元気よく開通していきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ皆様、次回の動画でお会いしましょう。ではでは。